川根路号は、大井川鉄道が、大井川本線で1976年7月9日から運行している、急行列車である。多くが、蒸気機関車の牽引で運行されるため、大井川鉄道の貴重な観光資源となっている。定期的な運行が設定されている SL の、胴体保存運転としては日本で、最も歴史が長い。かつては、 南アルプス号という列車名のある便や列車名のない便もあったが2011年10月1日のダイヤ改正より使用車両に関係なく川メロ号に統一された臨時列車扱いではあるもののほぼ毎日設定されている大半の列車は SL の牽引で運行され大井川鉄道によれば年間300日以上にわたる SL の運行日数は 日本一である。SL の運休日は不定期で、運休の場合は、基本的に、電気機関車の牽引で代替される。運行予定については、大井川鉄道のホームページで、SL 運転カレンダーとして発表されている。原則として、同カレンダーで発表されるダイヤではとなっている。再販防機には、L 牽引列車も含めて1日3往復運行する、こともある。 その場合は、川根道13号から、川根道14号、川根道11号から、川根道12号、川根道1号から、川根道2号となる。いずれの列車も日中に設定されており、運行日には、金谷から新金谷間で本列車と接続する、臨時普通列車が運行される。全車指定席で、乗車に際しては、SL 牽引列車では、SL 急行券。 L 県院列車では、L 急行券が必要である。急行券は、公式ホームページ上の予約フォーム、または、大井川鉄道 SL センターへの電話で予約した、上で、当日に、駅窓口で購入する。ただし、当日空席がある場合は、駅窓口で直接発売される。新金谷駅対加山駅先頭駅なお、工術の金谷駅まで運行していた時代の停車駅は、 以下の通り、運行開始当初、本列車は、金谷先頭館で運行されていた。1980年7月20日に、転車台が先頭駅構内に設置されたが、新金谷駅構内には設置されなかったため、長らく下り金谷発戦行駅列車の SL は、原則的に、正方向で、上り先頭発金谷駅列車の SL は、 原則的に逆気で客車を牽引していた。ただしイベントや映画の撮影の際には、銭湯駅転車台で方向転換され、上下列車とも SL が正方向で客車を牽引したこともあった。この場合、その次の運行では、上下列車とも SL が逆気で客車を牽引し、そのまた次の運行では、通常の運行形態に戻っていた。 2011年に新加奈駅構内に設置された転車台が同年10月7日に使用を開始したことに伴い、上り列車の SL についても原則的に正方向での客車の経引が開始されるとともに、先頭駅構内の転車台についても原則的に常時使用するようになった。これに先立ち、同10月1日からは、 すべての列車が新金谷戦闘間の運行となった。また、金谷駅からの利用者のために下り列車は、金谷から新金谷間の区間列車と接続を受けて、発車する形となり、本列車運行日にのみ運行する、区間列車も設定された。これはもともと、西武鉄道から購入した L を新金谷車両区、金谷間における、改装用に充当する予定だったものが、 自動列車停止装置設置費用を捻出できず、実現しなかったための措置である。なお、接続する、区間列車は原則として、電車での運行であるが、臨時列車や一時離脱などで電車が不足する際には、SL カワネロ号の編成によって運行されることがある。客車3から7両を SL、または L が牽引する形態をとる。ただし SL 牽引の場合でも、 客車の編成がある程度長い時は、補助機関車として L が連結される。通常は最後尾に連結されるが、展望車を連結して運行する際やイベントでの無視電運転などでは SL の G に連結されることもある。SL と客車は一部を除き、日本国有鉄道から継承したもので、SL 前世時代の雰囲気を伝えている。L は、自社発注車両のほか 専用鉄道から譲り受けした車両や大手私鉄出身の車両がある。なお工術の機関車、トーマス号、機関車、ジェームス号運行機関中、同列車で使用する SL はカワネロ号では運用されない。しかし、客車についてはトーマス号職でもカワネロ号に根結されることがある。c 十1 c 1 9 0ケニン C11227 経イ C5644 経イン蒸気機関車、電気機関車客車蒸気のほか不定期に下記の客車が連結されることがある。これらの利用には、休行料金と別に310円の特別料金が必要となる。C11312 経イン蒸気機関車電気、機関車。 客車1987年7月25日に1日、一往復の運行を開始した、急行列車。c 1 2 6 4スハフ432.3、オハニ367の4両編成。いずれも、日本ナショナルトラスト所有の車両で、同団体の保存運動の象徴というべき列車である。1ヶ月に1回運行される。 C12164 に ATS を設置する費用を捻出できず、同期牽員による運行は2005年4月23日運行分をもって終了。同年5月28日運行分からは、大井川鉄道所有の SL が代理引員するようになった。なお、2020年以降は、新型コロナウイルス感染症流行の関係で、大半の運行が休止された。 C11-227 が牽引する、桜号、e、E101 が牽引する、桜号、川根、桜祭りに合わせて、花見シーズンに新化屋野大火山間に設定される、急行列車。牽引する機関車には国鉄、JR の寝台特急、桜のものを模した、ヘッドマークが装着される。なお家山駅構内には、転車台がないため、下りを、 SL ケインで運行した列車は、上りでは、L ケインとなる。機関車、トーマス号2014年7月12日から、ウィルバート・オードリー原作のイギリスの用事向け、テレビ番組、機関車、トーマスとの大アップ企画、デイ・アウト・ウィズ、トーマスの一環として、C11-227 を改装した、機関車、トーマス号が運行されている。翌2015年7月には、 C5644 を改装した機関車、ジェームス号も登場した。列車種別は特急となっているが、ダイヤ自体はカーネロ号の流用であり、所要時間はほぼ同等となっている。ありがとうございます。